今回は、はい、まあ、ちょっと雑談と、うん、雑談ということで、はい、ちょっと最近ね悩みというか、はい、やんなきゃなみたいな、うん、まあ、ちょっと年度始めの所感、ああ、うん、はいはい、しましたね、初心表明みたいなので、はい、抱負を語るんだね、そうそうそう、抱負か、うん、抱負を語るみたいなので、ドイツとギリシャしかやってなかったんすよみたいな、ね、あ、言ってたね、話もして、はい、それ以外の哲学もやりたいっすねみたいなことを話したんですけど、うん、はい、もう一個ちょっとやりたいなと、うん、やんなきゃいけないなと思ってるのが、うん、はい、ちょっとね哲学の本ばっかり読みすぎているような気がしてまして、そうするとさ哲学の話を哲学で話すのって簡単なんですけど、はい、なんかもうちょっと広がりを持たせたいなっていうね、はいはい、ふうに思って、僕ちょっとこれ、まあ、悩みというか、はい、あれなんですけど、うん、アニメ漫画ほとんど触れてこなかったんですよ、うん、なるほど、はい、床屋にあったワンピースとこっち亀だけ妙に詳しいみたいな、僕もでも似たようなもんです、特に漫画は、うん、うん、まあ、なのでちょっと漫画とかね、うん、アニメとかを、うん、いやこの漫画すごくて哲学的にこうなんですよ、うん、はい、みたいなのが言えたらさ面白いじゃん、そうだね、見てる読者も多いしね、うんうん、まあ、近い、それもさいつだっけ前 の, 紹介してくれた新書の、うんうん、おすすめした新書とかはさ、三木那由他先生の会話で哲学する、そ う, そ う, そ う, そうあれとかまさにさ会話を哲学するか、うん、漫画とかの表現とかを使って解説する、うん、そう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 、まあ、あれがまさにそ う, そういうあれやりたいのよ、うん、あれをやりたくて、はい、あ読む気になるもん、例えばもうパッと見たやつですけど、うん、スパイファミリー、スパイファミリー、はいはいはい、あるじゃないですか、あります、違法家族、違法家族からね以前から主張されてますけど、違法家族だと、違法家族あるじゃないですか、はい、はい、あります、あれの表紙ってなんか見たことあります、はい、パッと思い浮かびます、多分ありますよ、なんか主人公とか登場人物が、はい、椅子に座ってないですか、あ、漫画ですか、漫画ちょっと漫画わかんないです、あ、漫画わかんない、アニメも1話しか見てないです僕、はい、すいません、あ、ね、コミックスの表紙って、はい、椅子に主人公とかがキャラクターが座ってる絵が表紙になってるんですよ、はい、男性女性、いや、キャラクター変わりますね、ああ、うん、そうそう、それが生も続くってこと、ね、生も続く、はいはいはい、はい、まあ、ただとりあえず椅子には座ってるんですけど、その椅子って実はそのモダニズムというか、はあ、結構近代的な建築家がその設計した椅子、はい、建築家 の, せあの設計思想設計思想がその小さな一脚の椅子に込められて作られた結構エポックメイキングな椅子に座ってるんですよ、それぞれ、あ、そうなんだ、うん、へえ、まあ、今の時点での最新刊でなんかキャラクターが座ってた椅子は、うん、磯崎新さんっていう、うん、最近亡くなられた建築家なんですけど、うん、その人が設計したモンローチェアっていうですね、うん、ちょっと背中が波打ってる、うん、黒い長い椅子なんですけど、うん、はい、まあ、それをこうパッと見て、はい、なんかこういう漫画っていうものにちょっとハイコンテキストなそういうモダニズムのまあ建築家たちが作った椅子をねいろいろ出してるっていうのを見て、なんかこれすげえ語れそうだなとかって思うんですけど、うん、作者の方がそういう方面に明るい方なんですかね、なのかちょっと分かんないんですけど、ちょっと漫画とかをね読んで、まあ、こういう話をもっと深くできるようにちょっとなりたいなと思うんですけど、うんうん、あ、いいね、それ。確か吉信さんは、はい、アニメ好きでしたよね、好きでしたでした、あ、そうか、今は別に嫌いじゃないですよ、うん、見ないってだけで、はいはい、見てた時期があって、うん、ドハマりしてた時期がありました、あ、いいっすね、なんか僕、うん、結構これまでも、まあ、哲学オタクっていうね、はい、肩書きでやってますけど、はいはい、まあ、やっぱり仲良くする友達って結構オタクの子が多くて、ああ、はいはい、あ、多い、まあ、てか多いですよね、アニメ大好きな方、うんうん、アニメオタクとか、はい、二次元オタクとかね、うん、そういう人が友達になることが多いんですけど、はいはいはい、何分見ないもんですから僕が、ほう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 、話についていけないんですよ、まあそりゃそうなるよな、僕は哲学だけオタクなので、はいはいはい、どっちかっていうと、ね、勉強オタクの方なので、はい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 、アニメとか漫画でこうオタク的なこの盛り上がりをしているときに全くついていけないというね、うん、いう話だったので、ちょっとヨッシーからアニメの話聞きたいなと思って、アニメの話、はい、ヨッシーのちょっとアニメ遍歴、
はい、をちょっとね聞きたいなと思います。ちょっと最初に断っとくと、うん、僕はアニメのに詳しい方とかと話すと、うん、もう完全に僕はにわか扱いされるぐらい、あの結構ハマった期間短いですし、うん、触れた先も少ないんですが、はいはい、まあ、とはいえね多分ドキドさんよりは触れてるんじゃないかなと、うん、ちなみに 何を見てたんですか。作品で言うと、うん、まあ、いわゆるその新アニメみたいなのを見たのは、はいはい、まず軽音、軽音、はい、から入りました。軽音楽部のやつですよね。そうです、そうです、はい、多分僕ら世代では結構見てた人多いんじゃないかな、うんうん、軽音っていう、まあ、なんて説明したいんだろうね、女子高生が軽音楽部に入ってわちゃわちゃするっていう、はいはいはい、いうアニメでした、うん、でそれからハマって、いわゆるね、そのね、軽音って京都アニメーションっていう、うん、はいはい、京アニ、京アニ、ね、ちょっといたたましい事件とかもあったけど、京アニ、まあ、その京アニ、うん、ちょっと有名なアニメーション会社、そのオタク友達から聞いたのは、はい、京アニは作画がすげえと、うん、あ、そう、まさにそういうのは聞きました。あの、これちょ、そうだね、僕がなんでそこに入ったのかみたいな話からちょっとしようかなと思うと、うん、僕が初めてそういうアニメにちゃんと触れたのは、うん、高校のね2年なのか、うん、2年の終わりか3年の初めぐらいだったんです、うんうん、なんでかっていうと、僕は以前もちょろっと喋ったかもしれないけど、もうその頃僕割とちょっとね不登校気味というか、はいはい、そんな話でしたね、完全に勉強についていけなくなってて、うん、もう授業行ってもマジで何もわからない、ただの無の虚無の時間みたいなのを過ごさないといけなかったから、はいはいはい、すごい辛くて、黙って図書館に逃げ出してたりとかしてた時期があったんですよね。で確か多分2年の終わり頃とかに、うん、周りが結構受験とかを意識し始めて、ほうほうほう、結構意識に差が出始めるんですよ、そういう頃に。あ、はいはい、受験早く始めたりとかね、した人はね、大学行くぜ、行くつもりないぜ、行きたいけど、行きたいけど、僕みたいに ついていけないことをなんとかごまかしてるぜ、うんうん、みたいな、まずなんかそんなが分かれ始めまして、でその頃にね、まあ、例えばごまかしたかったのかな、自分の不安とかを、うん、なぜか小学校以来やってなかった遊戯王がその界隈でちょっと流行ってるみたいな、そういう時期があったんです。ごまかしたいぜの中で遊戯王が突然、遊戯王が数週間だけ流行ったりとかめちゃくちゃ現実逃避してますね、したりしてたうちの一ことして、うん、アニメ見てえなと思ったんですよ。ほうほうほう、すごくなんか不純な動機かもしれないですけど、うん、で当時そのオタクの一番オタクの子、オタクキャラクターを体現してた男の子がいて、はいはい、その子にアニメってさ何から見ればいいって聞いたら、うん、やっぱ京アニだよねと、お、ほうほうと、はい、軽音か、うん、クラナドがいいよって、僕クラナド、クラナドってあるんですよ、これも名作ですけど、はいはい、でどっちかを見てほしいって言われたんです、うん、でこれもね今からすごい敵、いろんな人を敵に回す発言をしちゃうかもしれないですけど、はい、最初僕クラナドの方を見ようとしたんですよ。なぜかというとその子がどっちがいいって言ったら、うん、まあ強いて言うならクラナドの方がストーリーとかが、うん、そういう感動的なストーリーだったりするからっていうことで、で見たらその当時僕まだアニメに対する免疫少なかったんで、うん、本当にこれ失礼な話ですけど、目の大きさに耐えられなくて、作画どうしても違和感を感じてしまう、不自然に目が大きいですからね、違和感を感じてしまう当時のデザインだったんですよ、うん、はいはいはい、に感じてしまい、顔のね大部分が、あ、まあ、でもそういう時代があったじゃないですか、チャオみたいな絵だったんですねチャオとかのね女の子みたいな、まあそんな時代があって、はいはい、それがねどうしてもね1話を見てる途中に離脱できちゃいまして、あ、違うだろうこの目の大きさはと、でなんかそっちばっかり気になっちゃって、うんうん、で消去法で慶応に行ったんですけど、でもその慶応にもうめちゃめちゃドハマりしました。あ、目の大きさが普通だったから、目の大きさがいや、まあね、これもね、まあ、言っちゃうと、うん、もう今思えばですけど完全に恋愛の代替物だったなと、ほう、恋してた、恋してたなと思います。ちなみに誰に恋してたんですか、その慶応の、表ではりっちゃんって言ってましたね、りっちゃん、でも裏では麦ちゃんが大好きでした
じゃあその本心の方聞きましょうか、はい、まず本心の方ですか、うん、麦ちゃんの方聞きましょうか。いや別にあの何がどうってわけじゃないんですけど、まあ、でも恋に理由はないですからね。あ、はい、ないです。ないだから好きっていうのはないですからね。ま、いやおっしゃる通り、あのでもね、いろんなことを学びましたね。あの例えばね、麦ちゃんからいろんなことを学びましたか。いや軽音全体からですね。あ、軽音全体から、あのアニメ特有 の、うん、あの暴力的なツッコミに最初は拒否反応が出るとか、なんかそういうのが、まあ、暴力的なツッコミを軽音部がするんですか。あのハリセンって叩いたりとか、あ、いやなんでやねんバシみたいな、あいうのをなんか女子高生同士でしてるとちょっと痛そうとか考えちゃったりとか、なんかそういうノイズに感じるんだ、あれが本当にそういう、もう本当初心者だったんで、はいはい、うん、いきなり入っちゃったんで、まあ、そういうの見てて、でまあ別に理由なんてないですけど、まあ、麦ちゃんっていうね女の子がいて、うん、なんて言ったんだろうな、お金持ちのお嬢様のキャラで、まあ、のほほんとしてる人、はいはい、うん、他に何か特徴あるかなキーボードを弾いていってい う、 こう眉毛が太いたくあんって言われる子、まあ、なんかまあぐらい、まあね、あの、まあ、興味ある方は、はい、調べていただいて、うん、まあその子が好きだったんですけれども、当時その同じタイミングでそういうアニメを見始めた男の仲良かった男が一人、うん、先に麦ちゃんが好きって言っちゃったもんで、あー同担拒否、あのやつですね、同担拒否ですね、あの、はいはい、僕はあやべえこれは違う人言わなきゃっつって思ってた、うん、あのタイナカリッちゃんっていうね、はい、タイナカリツっていう子がいて、ドラムの子なんですけど、うんうん、と一番のお気に入りだって言ってたんですけど、裏では麦ちゃんのことをずっと思ってましたなんか吉信って結構同担拒否しますよね。なんかするとこありますね。あの無人島の面接の話聞いた時に、はい、別にさナイフかぶり火かぶりしてもいいのにさ帽子ですみたいな突拍子もないこと言ったとか、ね、はい、見てない方に言うと、僕が高校入試の時の面接で、あの集団面接があってね、うん、そこであの無人島に何を持っていきますかどうぞって言って、僕は最後の順番で、で大体あらかた言われちゃったので、どうしようどうしよう、なんか新しいこと言わないとって言って、帽子を持っていきますっていうはい、はい、あの失笑をされるっていう、よしもそういうところありますね。そういうところあるんですよね。あのちなみに言うと、僕あのサッカー部だったんで、サッカー大好きで、うん、一時期すごいあの欧州サッカーにもすごいハマってたんですけど、うん、あの好きなチームインテル、あのインテル、インテル、イタリアのセリアのインテルが好きだったんです。はい、でこのなんでインテル好きになったのって理由は、うん、あのみんなであのサッカー部でウイニングイレブン大会をした時に、はいはい、あの僕は当時そんなに好きとかなくて、うん、そしたらみんなが好きなチームから選んでいくわけですよ、はいはい、じゃあ俺バルサやるわって、あ有名だね、うん、俺レアルやるわ、じゃあ俺ミランやるわ、はいはいはい、なんかそんな感じで、な何人だったかな、 6,7 人がやった結果、うんうん、余ってるけど一番ステータスが良かったのがインテルだったすごいねっていう入りで入って、めちゃめちゃインテルのこと好きになって入ってったっていう入りなんですけど、でもそれでやった結果、はい、そのファッションインテルじゃなくて、はいはい、結局調べてったらインテルが好きになったんだ、うん、そうです。あの別にそんなね、なんかあの、うんうん、僕はあのミラノに住んでるわけでも何でもないので、うん、まあね、そうか、まあ、入り口は何でもよかったんですよね、うん、それなりに強くて応援できれば、うんうん、あなのであのそういう同担拒否じゃないですけど、はいはい、そういう消去法とかで、うん、好きなものを変えるとか、うん、あの表では言うこと変えるみたいなことをやっちゃいがちだった少年時代だったんですけど、うん、まあ、僕はその麦ちゃんが好きでした、うん、でまあその時はね、なんかねちょっとファッションオタクっぽいことをしようとしてしまったこともあって、うん、なんかこれ見よがし、ファッションオタクになろうとして、ファッションオタクみたいな感じでね、これ見よがしにちょっとあの金を大量にあの軽音のグッズにぶち込んでみて、はいはいはい、グッズをひけらかして、うん、俺はこんなにオタクなんだぞアピールみたいな、よくわからないことをやっているみたいな、うんうんうん、そういう時代もまあ、はいはい、ありましたけども、まあ、でも軽音自体はすごく好きで楽しんでました、うん、でそこからハマって、そこでまあ京アニっていうのを知って、うん、そのね、その前に軽音より前の時代に流行ってたのがラキスタっていうアニメ。ラキスタ、はい、まあ、これもまあ女子高生の女の子が、うん、まあ同じようなわちゃわちゃしてますみたいな、うん、アニメでして、で、その次見たのがあの鈴宮春日の憂鬱。なんかそれは聞いたことあるな、はい、なんか、まあ、時代遡ってるんですよこれ京アニの。あ、そうなんだ、はい、で、まあ春日はなんて言ったらいいのかな、ストーリーはちょっと、まあ、難しい、まあでも有名なあれですよね、うんうん、聞いたことはあるかなと思います。なんかあれでしょ、アニメで何週か連続同じ話を8週あ、なんだっけ、8週連続同じ話を、エンドレスエイトだっけ、うん、ありました 2期かな、いうなんかそういう伝説のアニメみたいな。そうです、あの僕はリアルタイムで見てなかったので、うん、あの
その、まあ、いわゆるその、まあ、DVD とかで、うんうん、あの一気見したので、うんうん、その苦痛度は割と低かったんですけど、はいはい、あれをね8週とかで約2ヶ月間、うん、同じエピソード見させられたっていうのはさすがにちょっと当時リアルタイムで見ていた方々はどういう気持ちだったんだろうっていうのはすごく思いますけど、うんうん、まあまあその、はい、そのって言っていいのかな、その鈴宮あるんですね、あの、まあ、鈴宮あるの憂鬱を見てでついにクラなどに戻ってきて、でまあ、その時にはもう見れるようになってて、そう、目の大きさもアレルギーもなく、目の大きさもなくなってて、はいはい、でクラナド見てトンボじゃねえかみたいなツッコミもなく、はい、なくなくでクラナドは人生みたいな気持ち悪いことを言ってみたりとか、あ、はい、そういうことを、はいはいはい、まあ、してすっかりハマってますね、はい、そこからそこでもね、これが多分ね1年ぐらいです、これえ、あの僕一気見したんで、へえ、あのすげえ、そもそも鹿児島って放送してたのかな、そういう新アニメ。ああ、ネットしてない可能性あるか、してない可能性もあるんですけど、いやだからリアルタイムで見れなかった、ほぼ全部リアルタイムじゃないです、あの、まあ、DVD とかで一気見です、それ1年はすごいね、うん、そうなんですよ、でインプット量がすごい、でも完全にさっきも言ったように、まあ、現実その自分が勉強とかできないし、あと、うん、だもうこのままだと普通に大学も行くようなとこもない、はい、だからまあ不安感とかを、うん、書き消すいいツールになりましたし、うん、まあね、高校生とかだから例えばその恋愛したいとか、うんうん、なんかそういう思いとかをちょうど消化してくれる、うんうんうん、まあ、ピタッとハマった、まあ確かに軽音とかが高校生だからさ、同じ、まあね、同年代として見れたのかな、まず、そうですね、あの、まあ、まさにそういうことですね、あの僕は基本的にあの、まあ、春日とか例外はもちろんありますけど、やっぱね、あの他にもちょこちょこ見たんですよ、いくつか、うんうん、でもね、あの男性が活躍するアニメは見なかったんですよ、すごいコンプレックスを、なんかね、やっぱり女の子を見たかったんですよ、こういうこと言うと気持ち悪いと思われるかもしれないですけど、はいはい、まあでもね、うんうん、でもなんでだろうって今思い返すと、まあだから恋愛したかったんだろうなっていうか、大替物を探してたんだろうなっていうふうには今なら思いますと、はいはい、今は普通に見れますから、うんうん、別に男性出てようが、うん、主人公がなんだろうが見れますからね、なんかちょっと気になったのが、はい、春日っていうじゃないですか、はい、なんかそれプラトンを研究者がプラトンっていうのと同じですよ、ね、あ、わかんないイントネーションをちょっと変えることで通っぽく見せるみたいな、いや、わかんない僕が春日を見てたのは、うん、あの鹿児島だったので、その鹿児島イントネーションなのか、かもしれない、そのあれ、あんまり春日の話を関東に出てきてやったことない気がするから、ね、あ、じゃあちょっと皆さんちょっとね、うん、もしご存知の方がいたら春日が正しいのか、はいはい、それともそう春日って言えばツーブレるのかちょっと教えていただきたいですね、はい、教えてください。まあでその後は、はい、まあちょっとずつまあなんていうんですかね、まあ、要は現実からの現実逃避なので、うん、現実の生活が例えば忙しくなったり、うん、ちょっと充実したりするとまあおのずとちょっと消費量とかは減っていっちゃうんですね。あ、完全にじゃあ代替物だったんですね。だったんですよ今思えば、うん、あの興味が綺麗にそれと比例する感じだったので、うんうんうん、だからあのその後もねポツポツは見たんです。京アニでいうとタマコマーケットってのを見たかな。うん、あとはガルパン、あ、ガルパンね、ガールズ&パンツァー。ガルパンはね僕も見させられたんですよ。ああ、はいはいはい、戦車で女の子たちが戦車でそうやるっていう戦車道っつってね、うん、あの研修の時にね、ああはいはいはい、あの会社の研修の時に2ヶ月ぐらい、まあ同僚と2人1部屋で一緒だったんですよ。あ、そうなんだ。共同生活みたいな感じしてて、その時にそいつがアニメオタクで、はいはいはい、で僕がなんかそのアニメ知らなかったんでなんかおすすめ見してよって言ったら、ガルパンを全話見させられてですね、はい、随分とご都合主義な話だなと。そうですね、そうですねとか言っちゃいけないのかな。ガルパンは僕も楽しみましたけど、あれが楽しかったですね。あのガルパンってあの大洗ね、茨城県の 大洗っていうところを舞台にしてて、うん、結構その地域おこし的なものとリンクして一番なんか成功してますよね。そう、割と盛り上がったんですよ、うん、町おこし。なんかその流れに乗るのが楽しかったですね。僕行ったんですよ、大洗とかも。お、行ったらいやすごくて、商店街とかになんか一商店一夏のあれ、うんうん、その女の子のキャラクターの何て言うの、まあ板パネルみたいなのが置いてあって、うんうん、で中入るとちょっと限定の何かね、僕が買ったので言うと何かお米屋さんに行ったらですね、うん、
その大洗女子学園だったかな、うん、その舞台に出てくる女の子たちが出てくるその高校の名前がインプリントされたお茶碗へが売ってて、はいはい、それを買って今でも家に使ってる使ってんだ使ってます使ってますお箸買ったりとか、はいはいはい、なんかそんな感じでちょっとねその商店の人たちも割とその、うん、なんだろうなあの協力してる感じとかで、うんうんうんまあ、その雰囲気に浸かるのがすごく楽しかったものでしたよね、うんうん、ご都合主義なんかさっきね、まあ、あの共和に作画すごいみたいな話ちょっとしましたけど、はいはいはい、ガルパンの作画もすごいなと思って、うんうん、なんかアニメのいいところってその普通のカメラ、うん、ビデオカメラでできない表現ができるなと思って、はいはいはい、ちょ劇場版だったか忘れましたけど、うん、あ劇場版も最初のやつは見た、うん、なんか、まあ、その最初戦車の中から始まって、うん、で会話してるんですよ、うん、女の子2人が会話してて、うん、それがこう引くんですよね映像が、はい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 、映像がどん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 引いてた時に、まあはいそれをこうどんどんどん戦車を俯瞰するような形じゃなくて、はい、戦車の砲塔筒を通って外に出るんですよ、はい、あ現実ではできないですねそれって現実ではできないじゃないですかできないですねだからこれをそのアニメでしちゃうっていうのがすごいなと思いました確かに表現の方法としてやっぱ見る目が違いますねカメラじゃないですけど、うん、なんかそのアングル、うん、作画アングルがそのぐる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 回るんですようんこれはなかなかできないなそういうそこがなんかいいなと思って、そういう視点で見れば面白いね僕はもうあの軽音ハマったという軽音ねあの舞台というかあの背景が全部京都の街がまあ舞台、うんうんはいはい、なんつうんだろうな公式のストーリー上の舞台ではないんだけど、うん、あのまあいろんなものが全部だろうと言われてる そうですあの京都にいろんな同じ風景があったり、うんうんするので、まあ、なんかわあ京都いいなっつって、まあ、当時はめちゃめちゃそれで京都に憧れてうん、うん、何回ストリートビューで京都旅行したか鹿児島からこうストリートビューしまくって架空のね架空の、はいはいはい、なので僕はあの大学に行った後、うん、あの京都に一人で行った時はあの全然地図見ずに、うん、チャリンコで京都を一周できるぐらいにはめちゃめちゃ京都に詳しくなってんじゃんめちゃめちゃ京都に詳しくなってました、ね、あるんですよあの麦ちゃんと、うん、あのねあのゆいちゃんとりっちゃんが一緒になんかハンバーガー食ったところのハンバーガーショップがあるとかね、はいはいはい、なんかそういうのが何でもない道路なんだけど、ね、そうまさにそう聖地巡礼とかしてすげえ楽しかったんだけど時野さんはそういうねカメラアングルみたいなそういう目線で見てるとはそうですねちょっと視点がねちょっと違うかもしれないですね僕アニメとかを、うん、まあその友達も見てますし、うん、あのサークルのね部室で、うんこう友達が見てるのをパッて見たこともあります、うんはい、し、まあ、ガルパンとかを実際に見て思うんですけど、うんうん、主人公の声って、うん、そういうね女子高生とか主人公の声って明るくて、はい、なんかはつらつしてて、はい、っていう声じゃないですか主人公声ってなんかあると思うんですよねまああんまり陰気な感じとか受けないね、うん、でなんかその友達になんかちょっとボソボソ暗いうん、クール系の声があってあいる、ね、でもっとこうキャピキャピ系の声があってみたいな、なんかその一つのフォーマットに収まってる気がするんですよね。まあそうっすね正直、うん、はい。なんかだから例えば声優さんで、うん、その声優さんね、はい、あなんかちょっとやりかもしれませんなんかちょっと後ではいはいはい、なんか声優さんで、はい、僕もこの声を持って生まれてますけど、うんはい、なんか主人公になれる声となれない声がありそうだなみたいな脇役声と主役声みたいなあそれもリアルでもってことリアルでもそうです しオーディションで主役には抜擢されないけど脇役のあるんじゃない子には抜擢されるみたいなねありそうだなっていうふうにねちょっと思ったりとかねあそういう裏側をちょっと思ってみたり確かにねあでもすごいねあのアニメ歴少ない状態でパッて見て、うん、そんな裏側のことまで考えるなんてやっぱ見方違うなと思って、うん、いや今ちょっと、ね、さっき苦い顔したのが、ね、一個ちょっと思い出というかねあって、はい、僕はあのさっきも言ったようにもう完全に、まあ、少なくとも、まあ、入り口はちょっと不純だったかもしれないけど、うん、軽音にガチャバリした時はもう本当に何だろうな軽音の世界観に浸ってたんですよ、うんうん、もう何だろうなもちろん分かってるけどアニメとは、はい、もう
もう現実逃避ですから、僕もこの世界に飛び込みたいと、うん、この世界に入って、うん、っていう、まあ、妄想とかもよくしてたわけですよ、まあ、やっぱね吉野は妄想癖ありますからね。妄想癖ありますから、あの、まあ、よく南極にも飛び立つしね、うん、そうね、そうね、そう、あの浸ってたし、だからまあそんな深く考えずに、まあ、うん、もうこの子可愛いなとか、可愛いなというか、もうなんかもう尊いみたいな世界まで行ってましたけど、うんうん、なんかもうこのままなんかこの世界を保存して何にも怪我されたくないみたいな、よく分かんない思想になってましたけど、めちゃくちゃなんかすごいねそれまあみたいな、それなんかもうなんかそういうとこまで行ってたんですけど、まあ、別にこれあの批判とかじゃないんですけど、まあ、ある時そのハマってる胸をね最初に教えてくれた、その軽音がいいとかクラナドがいいって教えてくれた男の子と、まあ、久々になんか最近ここまで見たよみたいな話をしたら、あの、あ、そんな見たんだ、じゃあちょっとその声優さんすごいおすすめだからっつって、声優雑誌を見せてもらったんですよ。いますね、はい、そういうオタクの方法もね、はい、で僕見ちゃったんですけど、うん、見た瞬間僕はもう、アニメをこれまでのように、うんうん、幻想の世界で見ることができなくなっちゃいまして、あ、だからその麦ちゃんの生態から発せられてたと思ってたものが、はいはい、まさにリアルのこの人の生態から発せられてたっていう、はい、そうなんです、そういう風に見えるようになっちゃって、はいはいはい、もちろんあれですよ、批判とかそういうことじゃなくて、うんうん、別に声優さんにハマるっていうのも全然わかるんですけど、僕のようなそのなんかどっぷりアニメの世界にハマるみたいな、相当なハマり方ですけどね、そしたらやり方を してたし、それを続けたかった人間からすると、うん、その裏の姿とか、はいはい、アングルがどうみたいな、なんか着ぐるみの中みたいな、ね、まさにそういうことですよ、うん、ずっとミッキーでね、はい、見てほしかった、ね、知ってるよ、知ってるけど、うん、みたいな、はいはい、ことがあったなっていうのを思い出して、うんうん、今ちょっと、ああ声優さんあったな、そういう事件っていうのをちょっと思い出してたっていうところです、はいはい、なんか僕の恥ずかしい過去を晒しただけかのようなそうね、はい、回でしたね。今回は、はい、ちょっと慶喜インタビューみたいなね感じでなぜかなっちゃったな、うん、慶喜にいろいろアニメのことについてね、うん、語ってもらいましたけど、はい、でもなんかね、いろいろな経験をね、うん、アニメを通してしているなんかね、慶喜は今その本当に現実逃避のツールとして、うん、なんかアニメを捉えてて、てたね、うん、なんか今そのさ、うん、いろいろスマホでもさ、はい、まあ、そのアマゾンプライムとか、はいはいはい、ネットフリックスとかでもさ、うん、アニメって見れるじゃないですか。見れますね。だからなんか本当のサブカルとかではなく、うん、本当の趣味として、うん、なんかアニメを見てみるのも、うん、もしかしたらいいかもしれないし、あ、まあ、全然ありだと思いますよ、うん、普通に、うん、ちょっと僕もちょっと今後ちょっと時間作ってうん、なんかアニメ見てみようかなというふうに思います。そうですね、僕はアニメ見たって言ってましたけど、うん、まあ、言うてね結局見たのはいわゆる美少女日常系アニメぐらい、はい、しかも時代も偏ってるみたいなしか見てないし、うんうん、僕はちょくちょく言われますけど文学作品だとか、うん、あと、まあ、いわゆるその、まあ、実写のっていうか、うん、まあ、映画、うん、もう全然見たことなくて、はいはい、で最近ちょっとしてるのが昔のディズニー作品、はい、僕は最近見たら言うとピーターパン、わ、昔だ、もう見たことなくて、うん、確かに僕も見たことない、初代というか、まあ、ちゃんと、うん、昔のピーターパンですね、はいはい、をこの間ちょっともう完全に勉強のような気持ちでちょっと見てみて、まあ、まあ楽しかったな以外の感想が出てこないのが悲しいんですけど、うん、まあ、なんかそういうのも僕はねアニメじゃないところでもどんどんね、うん、そういうもう教養だよね、なんかね今となってはなんかね、そうね、うん、なんかそれをつけてってもっと面白い話をね、うん、できるようにしていきたいなと思います。ちょっと話をね広げられるように、はい、広げていきたい、深みをねちょっと増せたらなというふうに思うんで、うん、はい、ちょっと今後の課題と、そうだね、今後のということで、うん、ちょっと漫画とかアニメとか、うん、なんかそういうものにも哲学って使えるっていうか見出せると思うんですよ、うんうん、だと思います、はい、うん、さっきのねモンローチェアとかもそうですけど、うん、なんかなんでその椅子にしたのかなとかね、とかその登場人物とかがやったその行為とかについて、うん、これって実はこうなんですよみたいなねこともできたらなとは思っているので、はい、まあ、それちょっと面白おかしく哲学を使う、うん、哲学の使用方法の一つとして、うん、まあ、そういうちょっとね深読みみたいなこともちょっとできたらなと
思います。していきたいね、うん、ということでちょっと今回はこんな感じで本当に雑談でしたけど、うん、僕が恥をさらしただけっていう、ね、はい、はい、あの本当にアニメはね、いろんな人それぞれの楽しみ方あ、ね、まあでもあのアニメはね別に恥ではないですから。ああ、いや違います、うん、なんかどっちかっていうとあのガチ恋してたの、そっちの方ですね。あ、そっかそっか、はい、ガチ恋してたの、はい、ガチ、あ、すいません、麦ちゃんのこと大好きですよあの、うん、付き合いたいとも結婚したいとも思わなかったです。ただそのまま会ってほしかったです。すごい推しだねそんな感じでした。すごいね、はい、すごいね、何者にも怪我されず、うん、そのまま会ってほしかったです。ああ、はい、あのね、最近ですけど、はい、あのちょっと締めようと思ってちょっとまた違う話しますけど、うん、ぜひ、はい、あの東大にいる山野博樹さんかな、ほうっていう方がですね、はい、あの VTuber の存在論というのをちょっとやってまして、あ、でも VTuber は僕も気になります、うん、あの分かりますよ、うん、分かりますけど僕あんま見たことないので、うんうん、すごく流行ってるじゃないですか。流行ってますね。どういう、なんだろう、構造というか分析がなされてるんだろうっていうのはめちゃめちゃ興味あります、ね、そう、ちょっとねそこら辺も興味あるので、うん、その二次元、うん、あのこのね世界から、うん、とは、まあ、確実してるんだけど、うん、この世界で観測できる二次元の世界の存在ってどうなってるのかみたいな話をですね、うん、多分その身体の接続の関係とかから論じていると思うので、うん、ちょっとそこら辺も今度話して、うん、勉強して話していけたらなというふうに、はい、はい、思います、はい、ということで今回は、ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。